2016年から始まった福山100年教育を知っていますか？すべての子どもたちが学びが面白いと実感する子ども主体の学びに向けて取り組みを進めています。開始から8年目となる福山の学校教育の今を紹介します。学校教育×デジタル。日小学校では児童の疑問を引き出し学びを深めるため、アプリを使って意見を共有したり、体育では動画を取り合いフォームを確認したりするなど、効果的に ICT を活用しています。また紙の資料とタブレットを目的に合わせて効果的に使い分けています。城東中学校では子ども主体の授業づくりに向けて ICT 活用の研修にいち早く取り組み、高画質なテレビモニターを全教室に設置。授業中にわからないことはタブレットを使って自主的に調べるなど、主体的に学ぶ意欲の向上をはじめ、保護者との連絡にも ICT を活用しています。子どもの主体性を育てる新しい学校の形。イエナプラン教育校である常石ともに学園では、福山100年教育とオランダ発祥のイエナプラン教育の理念を融合させ、自立、共生、自己実現を目指しています。1から3年の低学年、4から6年の高学年に分け、異年齢が混在したクラスで過ごすことで学年を超えた学びを実現しています。昨年4月に小中施設一体型の特任校として開校した広瀬学園は、集団生活や在籍校での登校が難しい児童生徒などを対象にして、一人一人に合わせた多様な学びを提供しています。広瀬地域の自然環境を教材にした探究学習広瀬タイムでは、屋外での畑作業など個々の興味に応じた活動に取り組んでいます。詳しくは電子版広報に掲載しています。広報福山で検索。